まさに出口の見えない戦争。苦労して制圧して何が残る。やっぱり砂だけじゃないか。そうだ、力なき者は死に、力ある者は生き残る。死から目を背けるな、前を見ろ。あなたが殺す人々もその姿を正面から見ろ。そして忘れるな、敵もあなたのことを忘れない。てめえは戦いを求めてる。てめえは力を欲してる。死を気づく者は死に追われるのだ。常に人と鳴り合わせ。同じ痛みを知らなければ他人を本当には理解できない。そして理解をしたところで分かり合えるわけでもない。それが道理だ。俺の痛みはお前以上だ。ふざけんな。私の技を見くびるな。とんだのだ。思い上がるなよ。私の戦場終わった。裁き、呪い、儀式、準備、貧困させるか。人は皆猿のまがい者。神は皆人のまがい者。生死、痛みを感じろ。痛みを考え、痛みを受け取れ、痛みを知れ。まだ倒れんか。理由が必要か。戦いにようですよ。勝てるつもりで戦ってるわけじゃねえよ。勝たなきゃいけねえから戦ってんだ。てめえが俺が諦めると思ってんのか。どっちかが生きてる。それは終わりじゃねえ。人は皆すべからく悪であり、自らを正義であると錯覚するためには、己以外の何者か、己以上の悪であると錯覚するより他にないのだ。もし誰かが犠牲になりそうになった、俺が守る。この俺の命一つでお前をぶっ倒せ。神羅天聖、てめえは何だ。あのガキ。ずっとし、人のものも生まれて壊れることの繰り返しだ。いつか壊れるものも、欲しがる心に抗うことなく奪い、埋めて、そして好きなように壊せばいい。俺が守る。もう一人じゃないんだ。